さあ今日も行ってみましょうサンデーモーニング5月5日子どもの日なんですけども選挙が終わって初めての日曜日になりますね飯山狩さん、うん、予想通りなんですが完全無視です日本は外国人大嫌いとか裏金議員は会見資格なしそのため、まあ、とにかく私利滅裂だったんですけどもさあ行ってみましょうでねまず最初に視聴率の話なんですがこちらサンスポの記事でございますはいここに表が書いてありますけども簡単に言いますと視聴率が毎回毎回回を追うごとに落ちていると,ということなんですけども これねまあ、当初から予想されましたし、私も思ったんですが、やっぱりなという感じですよね。はい、これね。理由はね。まあ簡単だと思います。関口さんをね。これやめました。んで前場さんに変わりました。前場さんね。 面白くないんですよでもっと言いますとね、卒がなさすぎるんですね。で、この関口さんというのは、ある意味、すっとぼけたところがあったでしょ、えー、っと、今のはどういうことですか、青木さんどうなんでしょうとか言いながらね、分かっていながらとぼけたふりをすると、まあ、最後の方はね、とが取れて、本当にぼけたんじゃないかってところもありましたけど、まあ、これはね、お年のせいだから仕方がないと思います。でもね、関口さん、その辺のこのハラハラさせたりといいますか、アンチである私たちも楽しませる雰囲気持ってたんですよね。でしかもねやっぱり関口さんはお父さんんお父が これ佐野修さんででしたっけでご自身も当初スタートというのは俳優からスタートしてますんでまあ言ってみればまあ映画スターってことになるんですよ本当の意味でのファンがいるかと思いますだから同じような年代の人が脱落していくのはよく分かりますねでね全場さんなんですけども卒がない面白みがないとでね隙を見せないのが全場さんなんですだからどうでしょう面白くないですよねそうやって考えると百田さんが人気あるっていうのは分かるんですよだって好きだらけじゃないですかで多少好きがあってもそんなもん知る いとか言っって前に行っちゃうのが百さんでしょところが前場さんというのは絶対に100点を取らないと前には進まないとものすごい鎧を着ているという感じなもんですからなんかね見ていて面白くないんですよ。まあこれは MC としてはこれは正解かもしれませんけどもやっぱりねどうかって気がします。でこんな写真見つけました これは、後ろ見ると分かるんですが、はい、任具って書いてあります。これは関口し、えー、さんが辞めた時の、これ、三字のね、感謝の集いと思うんですけども、左がこれ、元スケーターの、ープロの選手さんの岡崎さんでございます。で、岡崎さんもね、三門によく出てましたから、これ、参加したんでしょう。で、これはね、一緒に写真を撮って、これはまあ、スケートのスタートの、これ、ポーズなんですけども、いや、どうです、善場さんがね、こんな表情で、こんな格好をしてる写真なんて、見たことがないでしょう。 一生のの不覚の写真だと思いますよいやーこんな隙を見せてしまったと私は完璧であるはずなのにこんな写真を撮られてしまったとひょっとしたら思ってるんじゃないですかいやいやこれはちょっと言い過ぎかもしれませんけどもそのぐらい前場さんというのは鉄壁を守る、ねえー、人だと思うんですでこれも有名な話なんですけども、まあ、いわゆる身内のスタッフがいるわけなんですがこの人たちの間でも自分のプライベートな話というのは前場さん 一切話話さななないそうでですすこれってね昔から有名な話なんですよだからね、まあ、もちろん自分のこのプライベートをペラペラ話す必要はないんですけどもでも普通はねうちの旦那とどうのこうので昨日さーとかねうちの子供もがさーとかそういう話するわけじゃないですか。 一切ししないらしいらんですよまあそういうところでなんか近寄りがたいという雰囲気があるって言ってましたまあそれを考えるとこの関口さんというのは近寄りやすい雰囲気っていうのはありますよそうでしょう気軽にね話しかける雰囲気ありましたからそういうところも含めてまあどんどんとこう人気が落ちていく視聴率が下がっていくというのは当然かと思いますよねさあそれで早速今日の「三門」におけましてねこれスポーツ報知が配信してましたが、うん、あまあこれはね 記事の内容としては、まあね、実際あったことを淡々と述べているだけなんですけども、実際、私ね、見たんですがやっぱり、ね、おかしいんですよ。はい、こちらご覧ください。この9人が今回立候補していたでしょう、それでこの3文字の、ね、本当におかしなところっていうのは話に出したのはこの3人だけなんですよ。 もちろん酒井さんはさ当然当選しましたので最初に出しましてその他乙武さん、金沢さん、須藤さんなんかがね、こう肉薄したまあ頑張ったみたいな話をしたんです。でもどう考えてもおかしいでしょう。話の中で飯山さんをね、これ無視してるんですよ。だってそう思いませんか乙武さん、金沢さん、須藤さん出すのうん、これはこれでわかります。しかし報道番組まあこれはバラエティーですけども報道番組であるんであればこの諸派の新人である飯山さんというね、無名の人しかも諸派がこの こんな2万4千も取るなんていうのはもう前代未聞の異常事態なもんですからなぜこの諸派の新人の飯山さんが2万4千も取ったんだろうとこういう事実が起きましたこれを分析しましょうってやるのが本来の報道じゃないですかでね三文字ですから分析した結果ねいや結局はもうボロクソに行ってねエッジをあの立ててねあの変なこと言うのは分かってますよ当然 SNS でなんか煽られてねなんかほバカみたいなやつが集まってきたんだろうと、まあ、そんな分析に追いつくと思いますでででも、もそれでもいいいすから分析してくださいよ、 だからねこれを見ると TBS と言いますかマスゴミのね恐れが分かるんです例えばですよ飯山さんを取り上げてボルクソに行ったとしましょうねもうネトウヨのような集まりだみたいなことを言ったとしますところが飯山っていう名前をね出しちゃうことを恐れたと思うんですよでだって飯山って名前を出してしまうと本来東京とは全然関係ない人選挙に普段無関心な人でもこの三文字を見てると何々となんかこんな飯山っていうね女の人がなんか取り上げられていて普段はありえないような得票を取ったんだと何もなん だろうねこの人は。ということで、みんなが関心持っちゃうんでしょ。それを恐れているんですよ。特に、えー、今後ね、あの比例堂、全国代表、ね、全国の比例とかそういうのがあります。そうなると、飯山さんの名を広めちゃうというのは、これはマスコミとして、まあ、特に三文字としては絶対やりたくないんですよ。だから、飯山さんのことは見事にスルーしたわけでございます。でもちろんね、えー、この人もスルーしました。えー、っと、この人は、あと漢字が難しくて読めませんね。はい、もう七種のゴンベにしときましょう。えー、この人ね、この人もやっぱり取り合いません。うん。 これも当然でしょう。本来ね。これ、マスコミとしては？ 絵面を考えたら最高の絵面なわけでしょああいう騒動を見せてねうわーいけませんね民主主義の冒涜ですねってやればいいんですけどもこれをやってしまいますとかつてね左派の皆さんが安倍さんを攻撃したようなむっちゃくちゃなことあれをねほじくり返されることになりますのでこのねなんとかさんというの七七のゴンベというのは出すわけにいかないんですよだから無視しましたでもねこれ今回とは違って、えー、例えば飯山さんでもねこれはんどうでしょう吉川さんでもいいですこういう保守の人たちをこれ 攻撃せずに左派ばっか、この、ね、人が攻撃したとすればもう危機として取り上げて、ね、民主主義に対する挑戦だとねそしてなぜか保守陣営には攻撃の矛先が行ってないんだとこんなことが許されていいんでしょうかって机を叩きながら激怒するはずなんですけども、まあ、そういう理由もありますので今回はこれはスルーとだから飯山ねそしてこの人この人もこうスルーしたという結果になるんです。 ですけどもまたおかしなこといっぱい言うんですよ話題としましては円安のことまあこれはねあの当然触れるわけなんですが要はね円安になってねこう市民生活が破壊されているとでこれは政府が悪いんだ与党が悪いんだっていうまあいつものお決まりの話なんですけども皆さんこの円安の話をね聞いていてなんかおかしいと思いませんかまず言えるのは必ず海外旅行の話を出してはい今回もやってましたあの人にこうインタビューをするわけなんですけどもハワイ 本当はねハワイ行きたかったんだけど諦めて国内旅行にしました実はハワイね年末にも行ったんですけどももう一回行きたいなと思ったんですが諦めましたあーと笑ってるんですよちょっと待ってくださいともうねものの半年ぐらい前にハワイに家族で旅行に行った人が今回円安に乗って行けなかったと笑って答えてるんですよどうですかこの人は何にも困ってない人なんですよ別にハワイに行こうと思ったら行けるんだけども高いからねやめといたわっていうそれだけのことでしょう。ところがこれを国民生活 が非常に大打撃を受けてているるような言い方でやるんでやんすそして外国人の話を持ってきてお決まりですよね日本だと母国と比べて安く買えるわははってことになるんですでこれねこの話で必ず円安は非常にひどいってやるんですけども円安でどうですもちろんね被害を受けている人はいると思うんですけどもじゃあね円高の時はどうだったかってことを言いたいんですよでね円高と円安の圧倒的な違いなんだと思いますか 今、円安とはいえ、物価がどんどん、物価もどんどん上昇してますが、賃金も上昇しているわけでしょ。で、物価がどうしても先行しますから、賃金があと追っかけるかという形になるんですよ。ところがですよ、仕事はいくらでもあるんです。そうでしょう、時給は上がって人手がいないと、つまり働こうという気さえあれば、いくらでも働く口があるんです。ところが、どうでしょう、これを思い出してください。これはちょうど民主党政権の時なんですけども、円高ですよね。それで派遣切り もう一つは激しいリストラがありました。どうでしょう円高円安に関係なく、働きたくても収入がないんですよ。どうですか今ね、収入どうですか アルバイトだとしても時給1000円、1100円、1200円もっとそれ以上ってバイトがあるんですその気になれば所得を確保することはできるわけなんですよところがこの時違うでしょ民主党政権下というのは仕事をする意欲があってもお金を稼ぐ、ね、そういう手段がないんですよどどうですすっちが悲惨だと思いますか明らかにこっちのが悲惨なんですけどもサンデーモーニングというのはこの円安状況が悲惨だ悲惨だと言って出てくるのはね、まあ、海外旅行に行けない人々とみんなニッコニコで答えてますよ どうですか海外旅行行けなかったら、うわこれはもう、もはやもうこれまでもう活服自殺するしかないとかね、そんなバカなことありえないわけでしょ、笑って終わりじゃないですか、またね、えー、為替が良くなったら海外行きたいですと、そういうことになってるんです、はいこのあたり、ね、どんどんついてくるんですが、もうおかしいとしか言いようがありません、でね、えー、平等ランキング、はいこれね、男女平等ランキングなんですけども、まああれなんですね、報道の自由ランキングに合わせて、こんな話がてしてたんですが、これもやっぱりおかしいんですよね。はいいつものように に要は政府の弾圧に合ってるってことを暗に言わせるようなコメントをみんなが出していましたところがね、うん、今回あのほら例の日本ファクトチェックセンターの古田さんでしたっけあの人だけはちょっとまともなこと言ってましたねはいこの画面は今回の3問2じゃありませんこれ東京 MX テレビから拝借したんですけども 日本の場合は記者クラブの存在というのが時代錯誤でこれがね排他的なものを作って結果的に報道の自由度を下げてるんだともうこれ有名な話じゃないですか今日古田さんこのことちゃんと言ってました、うん、だからね本来はマイナス100点の今日の、ね、三文になったんですけどもプラス1点なんとか巻き戻しましてね、えー、もう土俵際に追い詰められたんですけども徳田原に足が引っかかったという感じではいプラス1点これ古田さんちゃんと言ってくれたと思います。 あともう一つね、今日サーモンで良かったのは、この能登の,の、ね、復興の話、これはね良かったと思います。これ何言ったかと言いますと、この解体率ですよね、当然壊さなくちゃいけない、えー、家建物というのが何万とあるんですけども、現状で解体できているのが160ぐらいかな、これがね全体の0.3%だっていうんです。これはさすがにひどいでしょう、4ヶ月経って、まだね、99.7%の家が解体待ちだと、これは政府何やってるんだってことですよ。いやいややこの報道は良い報道 うだと思いますこれしっかりねに伝えてくれたたでしょうただ他のことはもうボロボロ今もいろいろ言いましたけどもあとは例のねバイデン大統領が日本人はね外国人嫌いだと移民をもっと入れろというような形で曲解するような発言をしましたけどもそれをね喜んでやっぱり取り上げていましたそしてね裏金議員これも私昨日言いましたけども裏金議員が会見を語る資格なんかないんだって相変わらず言ってるんですけども。 おかししいでしょ裏金問題と会見問題題とは全く別です裏金で訴状に上がっている議員が会見の論議をしたらいけないという理屈はどうやったら成り立つんですかとそれを平然と地上波で話してるんですよ、3文人の人たちはだから私がね今日も私利滅裂って書いたの分かるでしょ明らかにおかしいんですよね、はいもうこういう形でもう、ね、ごまんと内容はあったんですけど、ね、もうやめときましょう、本当に今日の色濃かったんですけどもねはい今日もあきれた次第でございます。 またいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。